とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエスト行きますね。デイリーチャレンジのクリーパーの森です。報酬がアーティファクトとなっております。で、ここが、ブーツとキノコと、骨付き肉、普通の矢筒ですね。ブーツと、骨付き肉と矢筒、あれはね、そこそこ持ってんだよね。254を持ってる。で、ブーツが255だ。うん。で、肉が、あった。肉も255を持ってる。で、キノコだけが253なんですよ。なので、255のキノコが当たりかな。あと、矢筒の255。どっちかだね。うん。その二つが当たりとなってます。行ってみましょう。使う装備がこれですね。無限ダイナモのハーフクロスボウ。そして、稲妻の矢筒を二つと、愛のメダルです。で、防具は久しぶりにこれ。クールダウン4のバトルローブです。では、行きましょうか。それでは行きましょうか。この前ね、クールダウン3の、無限ダイナモで行ったんだけども、3はね、結構快適だったのよ。でも、4だとさらに快適でしょう。まあ、ただ、防御力はもう皆無だから、もう神走行だからね。これなので、まあまあダメージを食らえば死ぬでしょう。間違いなく。なので、まあ一応気をつけながら行きましょう。うん。快適。めちゃくちゃ快適かもしんない。で、ここはキャプテンがまあ比較的いる可能性も、あるので、やっていきましょう。やべえ、ミスった。危ない、ミスった。ミスったけども、ちょっと、うん。回復させれば全然大丈夫ね。10ぐらいありゃ、なんとかなるね。うん。これぐらいだったら10あれば全然いけるでしょう。まあ途中途中コロコロね、回りながらやっていきます。これ、そうね、俺ね、エンチャントで無限を入れたら強いかなと思ったんだよね。でも無限は入れない方がいいかもしんないね。うん、無限があると、ちょっとね、この矢の数、が把握しにくいかもしれない。無限がないから確実に5回でなくなるって分かるんで、それで調整しやすいんで、これ無限があると意外と、うん、やりにくくなるのかもしれません。まあ、逆にやりやすくなる可能性もあるけどね。うん。しゃ、危ねえ。まあ、75% HP 減るとこじゃないし、そんなに気にするほどでもないね。うん。特に気にして行く場所でもなさそうですね。全然いける。っていうか、ダメだな。いないね。危ねえ。変更がついてやがった。キャプテンは何体いるかな。この中に3体いれば、まあ、嬉しいところですね。じゃあ、でも愛のメダルって本当にね、このビルドとの相性がいいよね。うん、敵を盾にして、で、そこに打ち込んでいくだけでいいんで、すごくやりやすいよ。まあ、犠牲になってもらう感じでね。じゃあ、いいね、めちゃくちゃいいね。はい、行け。あ、でも意外とすぐ死ぬな。そこまで耐久力はないのか？まあ、そんなもんでしょう。いけ！いいねー。いいよ。俺の盾になってくれ。んでもって、まだ、反対側があるな。そっち行きましょう。で、確実にね、矢筒が回復してるんで、いいよね。確実だもん。うん、この安心感って言ったらないよ。
で、何？クリーパーに変わるかな？おっと、変更がついてる、危ない。死ぬかと思った。ちょっと待って、何これ、何これ、何これ。え、何？何にもしてないんだけども、矢が勝手に出る。何の裏技これ。え、ちょっと待って。何の裏技だこれ。ちょっとなんか原因をね、究明したい。なんでだ？なんか勝手に矢が出る。変な裏技になっちゃった。え？あ、元に戻った。今の何？勝手に矢が出た。ちょっと待って、なんか、死んで戻ってきたら、そんな感じになったな。で、変更で死んだんだよね。変更で死ぬとなんかなるのか？いやー、ちょっと難しい。今の裏技が、しっかりできるようになったら、ちょっと面白いかもしんない。あー、もう嘘！マジか。ちょっとクリアしようか、とりあえず。中間地点到着。ここから後半戦に行きまーす。まあ、トゲと、変更がいない限り、まあ大丈夫でしょう。おそらくね、この二つが来ない限り、まあまあ、死ぬことはないとは思うんすけども、どうだろうか。一応注意しながらは、行きます。でもそれでも、歩みは止めないよ。急ぎ目で行きます。おお、もうここか。ちょっと待って。おいおいおい、結構エグいのが来るな。行け。しゃ、オッケー、ナイス、いいよ。やべやべやべやば、あっぶねえ。あっぶねえ。ちょっとこれ難しいね。まだ慣れてないな。愛のメダルも使いつつ先に進まないといけないからね。この使いながらっていうのが意外と難しいな。クリーパー仲間にするとちょっと怖いな。なんか間違って爆発しそうな感じで、すっごいなんか嫌な感じ。 OK、 あと1個ね。よっしゃ、いけ、ナイス。あっ、危ない。エンチャンターいるやろ。倒した？倒したね。よし、多分出口の手前にいるんじゃないかな、おそらくさ。一応探しましょうか。はい、パンパンパンって聞こえる。どっちだ？わー、クリーパー多いな。クリーパーのね、爆発食らえば一撃で死にます。一発で死ぬ。まあ、そこぐらいまで難易度が上がってるっていうことだね。まあ、もともと軽減がついてないからね、これ。おー、危ねえ、痛い痛い痛い。トゲでしょ。あ、牛か。牛にトゲがついてる。ちょい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 。もうトゲとかやめてよ。トゲは来ないでいただきたい。オッケー。よっしゃ。あれ、いない。いないね。反対側はどうだ？反対側とちょっと行ったところにもありますね。頼む。あ、いたいたいた、よかったー。あぶねあぶねあぶねいかんねえ。なんかさ、愛のメダルを使うとちょっと足が止まっちゃうのよね。それはいかん。足を止めたら死ぬから。ポーションバリアもついてないしね。そこはちょっと注意です。いない、いないか。結局のところキャプテンは3体だけだったのかもしれませんね。ではゴールの方に向かいましょう。もしかするとまだいるかもしれないんでね。この先はどうだ？いないかな。あ、いそういそういそう、多分いる。
結構奥が深いんで。いや、変更ついてる。ちょっとやばい。変更ついてる。いけるか？よし、危ねえ。大丈夫ね。あっぶねえ。死ぬかと思った。最後の、あー、まだいるのかよ。ちょっと待って。変更付きもね、倒せるには倒せるんだよね。でも、跳ね返ってくるやつに当たれば、もう一巻の終わりだから、そこをちょっと注意しながら、倒していきましょう。よかった！いけた？終わったね。よし！もうキャプテン探すのにもうてんやわんやですよ。ほんとによ。いた！ナイス！じゃあで、脅威が3ですね。え、モド、奥にも、いそうな感じ。いた！いると思ったよ。あ、まだか。よし。なんだ。ナイトモード最悪。あ、まだまだ奥いそうだわ。ナイトモードだけども、ポーションバリアがないけども、突っ込んでいこう。取りたい。旗を取りたい。よっしゃ、いた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 、いるいる。ナイス。ナイスだよ。よし。怖い。怖い。ああ。危ない。危ないって。よし。倒した。待て待て待て。ああ、ミスった。最悪だ。最悪だ。やばい。ああ。はい、ということで戻ってきました。いやー、なんかちょっとね、気が気じゃなかったんだよね。弓が勝手に出る裏技、あれのやり方がちょっと気になってね。ちょっと気が気じゃなかったですね。ちょっとあれをね、探してみたいと思います。もしもう知ってる方がいたら、コメントで教えてください。多分、変更の敵に、ダメ、弓を撃って、それで、なんかしたらなるんだと思うんだけどね。ちょっと、いろいろ試してみます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。